タイタン4 b l r 9 1 r ジ1 1ロケットエンジンタイタン4はアメリカ空軍が運用していた衛星打ち上げを使い捨て型ロケット。タイタンロケットシリーズの最終型として1989年から2005年まで用いられた。打ち上げにはケープカナベラル空軍基地とバンデンバーグ空軍基地の打ち上げ施設が使用されていた。 導入当時タイタン4はアメリカ空軍が使用していた最大の無人ロケットだった。タイタン4はタイタンシリーズの最後のロケットだった。2005年に運用が高コストであることを理由に退役した。ケープカナベラル空軍基地からの B-30 の最後の打ち上げは2005年4月29日で、バンデンバーグ空軍基地からの最後の打ち上げは2005年10月19日だった。 ロッキード・マーティン・スペース・システムズは政府のためにコロラド州デンバーでタイタン4を生産した。1986年1月に発生したスペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故はアメリカ合衆国の軍事衛星打ち上げ能力に問題をきたすものであった。そのためアメリカ空軍では大型衛星も打ち上げ可能なタイタン4を開発し、1989年から 運用を開始した。タイタン4は2機の大型固体燃料、ロケットブースター及び2段式の液体燃料ロケットを基本型としている。必要に応じ最上段として、セントールロケット、ユースなどが追加される。液体燃料ロケットは酸化剤に4酸化に窒素、燃料にエアロジン -50 を用いる。打ち上げ施設は、ケープカナベラル空軍基地の SLC-40。 および、SLC-41、バンデンバーグ空軍基地の SLC-4E を、用いた。打ち上げ回数は39回、打ち成功は35回。1997年からは初期型のタイタン 4A に代わり、4B が用いられるようになった。最後の打ち上げは2005年10月19日である。タイタン4は、スペースシャトルと同等のペイロードの打ち上げ能力を、 空軍に提供するために開発された。タイタン4は上段を伴わない打ち上げかユス、またはセントールの2種類の上段を使用した打ち上げのどちらかだった。タイタン4は2本の固体燃料ブースターを2段式の液体燃料ロケットで構成された。2機の貯蔵可能な液体燃料ロケットでは燃料としてエアロジン -50、酸化剤として4酸化に窒素を使用した。 これらの推進剤は自己着火性で常温で保管できるのでタンクを断熱する必要がなかった。これによりロケットは長期間発射可能な状態で保管することが可能だった。しかし、両方の推進剤は非常に毒性が強い。タイタン4はフロリダ州のケープカナベラル空軍基地の第40、第41車場とカリフォルニア州のサンタバーバラの 機体60マイルのバンデンバーグ空軍基地の SLC-4E 車場の東西両岸から発射された。車場は打ち上げの用途と目的に応じて選ばれた。タイタンシリーズは1955年10月にグレン・マーティン社が空軍から大陸間弾道ミサイル SM-68 の生産を受注したことに始まる。それはアメリカ初の二段式 ICBM である。 タイタン I として知られ、2番目の地下のサイロに垂直に貯蔵される ICBM として、SM-65 アトラスを置き換えた。タイタン1に使用された両方の弾は、液体酸素と RP-1 を推進剤として使用した。タイタンシリーズには、タイタン I に似ているが、より強力なタイタン2があった。l g m c として識別されるタイタンは、 アメリカ合衆国が当時開発した最大のミサイルだった。タイタン2は新規開発された燃料にエアロジン -50、酸化剤として4酸化に窒素を使用するエンジンを搭載した。タイタン3の開発はタイタン EA として1961年に開始された。後年タイタン3シリーズと類似のタイタン 34D からタイタン E 部,部に進化した。 最後のタイタン・アイバは1998年8月に打ち上げられた。最初のタイタン・イブブは1997年2月23日に初めて打ち上げられた。タイタン・イブブは新型の誘導装置、フライト・ターミネーション・システム、地上、チェックアウト・システム、固体燃料ロケット等が更新され、25%推力が向上した。1980年代初頭に、 ジェネラルダイナミクス社では、スペースシャトルを使用したアポロ付き着陸船を軌道に投入し、タイタン4でアポロ型の機械船を軌道上でランデブーして、月面着陸のためドッキングして月面へ向かうことを構想した。計画では、スペースシャトルとアルミニウムでは大きなペイロードの重量のために、アルミニウムの代わりにアルミニウムリチウム合金製の 燃料タンクを使用したタイタン4が必要だった。当初の計画は実現することはなかったが1990年代にシャトルはより高軌道を周回するミール宇宙ステーションとランデブーするためにアルミニウムリチウム合金製のタンクに換装した。タイタンイブブは発展型使い捨てロケットであるアトラス V とデルタ4ロケットが2005年に打ち上げられるようになり廃止された。 タイタンイブブーは1997年10月15日にカッシーニ土星探査機を打ち上げた。ありがとうございます。